まあグランブルとは一回ポケパルでやったんですけど、グランブル可愛いですよね。ブサカワだと思う俺は。戦闘中のあのなんていうか尻尾とかも可愛いんですよ。うん、後ろ姿とかにもちょっと注目してみてください。はい、そんな感じです。はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ポケモン XY ランダム対戦第22回目ですね、始めていきたいと思います。ですね、今回はまああのこのこれはですね、ちょっと試合が終わってから撮ってるんですけど、今回は1戦目2戦目はこの、今出てるパーティーで、3戦目はですねちょっと違うパーティーで、やりました。はい、というのもあのなんていうか、その最近なんか自分が暇な時とか、まあ、ふとポケモンバトルしたいなみたいな思った時に、あのまあランダム潜るんですけど、その時にちょっと切断とかされちゃったらちょっと何バトルビデオとかにも残らないのでちょっと悲しいので、まあ気軽にちょっと潜っている時に実況した試合とかが、いろいろちょっと撮ってるのが多いので、それをちょっと載せたいと思います。でまあ結構まあ軽い気持ちでやってるので、ポケモンに対する説明とかが結構なんかなかったりとか、同じこと言ってたりとか、そういうのがあるかもしれません。はい、まあ、今回はあの1戦目2戦目と、まあ、から2戦目から3戦目に移る間にちょっとパーティーを変えてます。それでは対戦相手の方が見つかるまでカットします。対戦相手見つかりました、よろしくお願いします。ファイアロー、ガルーラ、ギャラドス、ギルカルド、ガブリアス、ヌメルゴンですね。ガルーラか、ガルーラ、ガルーラか、ガルーラきついですね。どうしようか。先制技持ちは、まあ、ブレイブバード、不意打ち、影打ちぐらいかな。グランブルはこれ結構良さそうに見えて、多分ヌメルゴンの一撃を耐えないと思うんですよね。グランブルの特殊の脆さと、あと遅さ、あんまりドラゴン狩りには適してないんだよな、特殊ドラゴン特に。ガブもですね、なんだっけな、そのグランブルのいじっぱり A252 ぶりのジャレツクで、あのガブリエス、ムフリガブリエス確か乱数だったんだよな。ちょっと悲しいですよね、タイプ1のジャレツクで、いじっぱりタイプ1ジャレツクでもガブを落とせないっていう乱数っていう、ね、ムフリガブリエス乱数。さあどうしよう。そうだな、マイナンいっとくか。マイナン、アゲハントは、まあ、デリバード、どうしよう。ギャラドスがちょっときつい。まあでもグランブル行ってみるか。デリバード、グランブル。あ、でもサンドパンでもよかったかもしれない。あ、よろしくお願いします。ファイアロは来ないということでした。ヌメルゴン、ヌメルゴンか。まあ悪くはない。ヌメルゴンで大地の力を覚えるんでしたっけ、知らないけど、とりあえずほっぺスリスリ。ヌメヌメか、ヌメヌメ。ヌメヌメか、ちょっとまずいかな。デリバード、耐えると信じてデリバードで、ヌメヌメなので
デリバードはその速さが命なんですよ。おお、耐える耐える、よしよし。で冷凍パンチ、落とせ落とせ、よし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 。ですぐ帰る。ヌメヌメはちょっとまずいからな、すぐ帰る。すぐ引っ込めて前なんで受けれるかな。電気技持ちいないですよね、あいつ確かね。ギルカルド風船で浮いている。そうですね、前なんでその麻痺らせてしまえば、グランブルの地震を上から地震できるから。バトルスイッチ、シャドーボール、耐えろ。微妙だな、影打ちで落ちるか分かんないけど、まあ、キングシールドでも別にいいです。お、なんだ、キングシールドない、もしかして。風船割っとく、しびれって動けない、どうしよう。雷するか。マイナーを失っていいかな、多分これどっちみちマイナー耐えないと思うんですよね、次取っておいたとしても。なのでもうここは攻めます。あわよくば落ちないかな、さすがに特攻無振りじゃ。半分いってくれれば OK。 うん、シャドーボール、多分これキングシールドないですよね、大丈夫だよな。今ここはグランブル出します。で、まあ、ファイアローなんていない。よし、まあこれはまあ急所は関係ないかな。どうだろう、ガブリアスか、なんとか耐えないかな、なんとか。アイアンヘッド無理。あ、え、耐えた、なんで耐えるんだ、いけ、よし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 、オッケー、よかったよかった。おお、サメ肌とどっちもゴツメか、ゴツメガブリアスか。はい、対戦ありがとうございました。ガルーラ対策かな、多分。それでは一旦カットします。対戦相手見つかりました、よろしくお願いします。ギルカルド、メタグロス、トゲキッス、カラマネロ、リザードン、月光がですね、まあ、電気を無効にするのはいないので、まあギルカルドがね、どうしよっかな。ギルカルドはサンドパンでどうにかするか。リザードンがちょっと、リザードンはどうしよう。とりあえずマイナー、うん、月光ガもどうしよっかな。アゲハントは無理っぽいかな。どうだろうね、サンドパン、アゲハントはでもカラマネロ突破できるからな、入れては見たいんですけど、先制技持ちが影打ち、バレパンぐらいか、あと影打ちか。どうしよう、デリバードいっとくか。うん、それでは対戦よろしくお願いします。
狙撃っす。ま、そうだ、どうかな、 HC とかだったら抜けるんですけど、ま、ここはほっぺスリスリ安定だ。変えてくるかもしれないしね。抜けたということは HC かな。まあ充電雷で落ちるか分かんないけど、マジカルシャイン。まあいいや、冷凍パンチが当たれば突撃スター倒せる。いけ、よしよし、えらい。しかしこれでギルカルドはどうやって突破するか。サンドパンが頑張ってくれるとして、あと誰が来る、カラマネロとか来てほしいな。メタグロス、交換します。サンドパン、メタグロスか。氷技、飛行技、半減、格闘の瓦割りが米パン。まあいいや、耐えてくれ。微妙な感じだ。どうしよう、何すべきだ。ここ多分もう一回米パン打ってくるか、変えてきますよね。鶴舞角を、思念の頭突き、鶴舞一地震とカウンターどっちが効くんだろう、わかんないな。とりあえず地震打つか、素直に。まあ耐えると思うんですが、多分次バレパンで落ちちゃうな。おお、よし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 、鶴舞一地自身でまあ持っていけるのか。メタグロスは攻撃無振りなんでね。ああ月光が、なんだろうな、水技かな。熱湯か。熱湯ということは、そうだな、なんかタスキっぽくないですかこれ。月光がつったら玉かタスキっていうイメージがあるんですけど、水技で来るかな。まあここは命中安定でツバメ返し、耐えないかな。耐えた。うっ、全然効かん。まあ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 いいや、対戦ありがとうございました。月光画か。まあしょうがないな、最初の急所が痛かったな、マイナンの。まあいいでしょう。それでは一旦カットします。今回協力してくださるのはシンジさんです、よろしくお願いします。毒クラゲ、サザンドラ、ギルカルド、ヒードラン、ヌオウ、クレセリアですね。どうしよっかな、ヌオウか。ゴロンダがいい感じかな。ゴロンダどうかな、ゴロンダいい感じっぽくないですかね。でまあそう、サザンドラか、サザンドラは、まあ、とりあえずノクタス、サザンドラのでも悪の波動流星群をアブソルが耐えるとは思わないんだ。
マン、アブソル、ゴロンダ。はい、シンジさん、対戦よろしくお願いします。サダンドラ、サダンドラ、ドッグクラゲがいたんだよな。ドッグクラゲ、まあいいや。道ずれます。はい、あー身代わり、身代わりか。なるほど、そうかそうか。マイナン、まあいいか、マイナンはいいや。玉か。壊れないのか。ゴロンダが流星群を耐えるか、耐えるのかどうか知らない。とりあえず、グローパンチで身代わり壊します。耐えると思うけど、かなり致命傷になると思うんだよな。弾だもん、しかもかなりやばい。多分相手引いてくると思うんですよね、おそらく。引いてきてほしいな。よし、何が来る？毒クラゲか。なんだろうな、なんか補助技してきそうな気もするんですよね。毒毒とか、熱湯、急所か。ヒードラン行ったのか。よし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 。で、毒クラゲな、毒クラゲ、毒クラゲの。ドッグクラゲなんかポジャーザ持ってますよね、多分ね。サザンドラは身代わり駆け引きだな、これ。身代わり相手の方が早いから不意打ちすか、身代わりですかされる可能性もある。相手これ身代わり張れないから、まあ変えてくるなり、変えてくるか交換するかしかできない。できないっていうか、まあ
まあ、とりあえず冬打ち打ちます。よし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 、いい、これはいい、いける。あとは不意打ち打てば勝てる。アブソル結構頑張ってたな。どうした？間が長いとなんか不安になるんだけど。うん、まあ、身代わりは張れないはずなんで、ここはもう不意打ち大安定ですね。はい、対戦ありがとうございました。うん、まあ、仲間のサポートがありましたけど、まあ、アブソル3立てと。まあね、普通のアブソルも結構、強いというか、まあね、まあ、最近っていうか、X は入ってからもう普通、メガアブソルしか見ないのでね、ちょっと普通のアブソルを使ってみました。はい。はい、ですね、まあ、今回はですね、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。